何？シャイニングボーイになるんですか？僕の名はタマタマン。そんな間抜けな名前でした？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで目的のピラミッドまでやってきた。登れる。びっくり、登れるんやけど。すごい。超すごくない？ちょっと乱闘らしからぬ感じになってしまったけど。ピラミッドに突入しストーリーを進めますか？一度入ると途中で外に出る場合はストーリーが巻き戻ります。マジで？やめて。はい、進めます。ってことは難しい系って感じかな。嫌だな。おお、ここがピラミッドか。最終、なんかひんやりしてんな。最終局面ぐらいまで来とうってこと？ひんやり？鍵やけんってこと？姿を見せろ。めっちゃ金ピカや。約束通りメダルを持ってきたぞ。思ったより広いな。やはり来たか。あんなね。上に登って走り回れるぐらいの小ささやったのに。なんだと？来いって言うから来たんだろ。どこに隠れとった？それを愚かだと言ったのだ。馬鹿正直なんよね。お、何？これは罠。貴様、取引はどうした？そんなね、簡単に返してくれるとは思ってなかったけど。思ってなかったけど、マジで信じとったわけ。バカ正直に正面から堂々と来て、ただで済むと思ったのか？まあ、やられるかなとは思って、ね、これで終わりだ。お前たちのちっぽけな正義は露と消える。一応生徒会のメンバーはここに。そしてそれはあのお方への忠誠に変わるのだ。うわ、洗脳される感じや。うわー、なにみんなやられている。これから洗脳が始まるの？がっかりだぞ、地球の虫けらども。まだみんなあれよ、変身してなかったけん。お、なゆちゃん来たよ。どう？終わった？そんな余裕だ。軽い感じで。おめでとう、宇宙最強の傭兵さん。それでどうなったの？奴らの記憶をいじってやった。マジで？これからが見物だぞ。もうすでに終わったんすか、洗脳は。そうなんだ。でもこれくらいでやられちゃうようでは困るのよね。ねえ、それつまらんってこと？自分の出番なくなるし、みたいな。ううん、なんでもありません。確実に楽しんどるよね、この子は。まあいい、我々はYサークルとやらの調査を進める。メダルはお前にくれてやる。何に使うんやろ、メダル。てか、何？扉はどこ？その上から見せ。今までと全然違いすぎ。ちょいイラつくけど、今日のところは許してあげるわ。この子も上から見せんやけど。あ、でもまあ、この子の方が上司ってことか？みんなまだ目覚めないんすか？ワンちゃんはちゃんと期待通りの働きをしてくれたわけね。ん？期待通りなんや。さあどうする？この窮地を乗り越えられるかしら。アメイジングセブンのミステリアルメダルを奪われた。ははー、せっかく集めたのに。お、周りのみんなは？しっかりするんだど。お、うん、めちゃくちゃ久々に話しよるのを聞いた気がする。なに、寝てるの？鼻ちょうちんで行くとったけど。いつまで寝てんだ、この寝ぼすけ。ほら、この3匹が合体してミケッティオンになるんやろ。マゼラ様万歳。おう、あのお方っていうのがそのマゼラってやつ。マゼラ様万歳、マゼラ様万歳。俺はマゼラ様に永遠の忠誠を誓う。なんでこんな片言な感じ。ロボットやん。マゼラ、誰それ。陣平君はどうやら敵に洗脳されてしまっているようだ。なんでバキエラだけこんな感じなんやろうね。あとのお二人可愛いのに。いや、バキエラはバキエラでなんかモフモフしたい感じではあるね。お腹の上で寝たい。どうにかして陣平君を引き戻さないと。このままじゃ僕らも危ないかも。お、これはもしかして
これはあれじゃない？ジンペイが襲ってくるってのか？こいつらを動かす感じじゃない？ジンペイじゃなくて。そんなの。ちょっとなんか楽しそう。腕嫌だ。ウキウキするね。彼の頭の中に何か強いインパクトを与えることさえできれば。あれは遠田先生のところに連れて行くとか。インパクト？衝撃ってことか？なら簡単じゃねえか。こうすりゃいいんだよ。あ、その銃で撃つ気だね。ああ。そういう物理的な。戻ってきたよ。何？殴られる？マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。まだそういう感じなの？あれ。ダメか？みたいな感じにはなるのに。てか他のメンバーどこ行った？三人で力を合わせて攻撃してみるっていうのはどうかな？おお、それなんか面白そうだぞ。やってみるぞ。この子らだけでも普段使いよるような技使えるんかな。なんだなんだ。怖いな。いてー。お、戻った？戻った？なんだ誰だ。戻ったよ。戻るんやあれで。マジで。あっという間に戻るやん。ジンペイ。じゃあ他のメンバーもそれで行こうや。おお、バケーラ、ゴロミ、ブルポン。なんだよ、どうしたんだ。でもあれか、ジンペイの場合はこの3匹が1人についとるけんできることか。他のメンバーは1匹ずつしかついてないけん無理なんかな。よかった。まあ、1匹ずつっていうか、マタロウに関しては何もついてないしね、機械やし。他のみんなも心配だ。みんなを探そう。うんうん、何？そうなんか。なんかせっかくさ、こいつらを操作していくんかと思ったのに結局またジンペイなのね。助けに行くんだろ。いや、いいけども。あたいのことはいつでも呼べよ。ドーベルの時なんかすごい嫌そうやったけど。あ、でも手伝うぞ。てかさ、思えんけどバケーラってこんな感じやのになんで僕のことも忘れちゃダメだよ。いいのジンペイくん。ねえ、こういう感じみじんもないやんね。おい、ありがとな、お前ら。おでーとか言いそうじゃないやん、なんか。よーし、待ってろよ、みんな。今行くからな。行くぜ、行くぜ。どこに行くんかわからんけど。てかみんなどこ、何、連れ去られたの？もしかして他の奴らも同じことになってんじゃねーの？ピラミッドについて、ピラミッド攻略は特別なミッションとなっています。メニューを開いて装備や装備変更ができます。きっと何とかしてくれると。メンバー変更もできますので、まずはいなくなった仲間たちを探しましょう。みんなのとこまで猫まっしぐらだぜ。じゃあ、順繰りにさ、見つけたメンバーに交代していこうや。で、またピラミッドの中の宇宙人たちは、ジンペイたちが洗脳されたものと思い込んでいるので、襲っては、あ、そうなんや、襲ってはきません。バトルをしたいときはこちらから仕掛けていきましょう。じゃあ、わざわざ仕掛けんくってよくない？よくない？なるほどね。ほうほうほう。見た目ではわからんもんなんやね、洗脳されてるかどうか。ね、これ宝箱。トン！お、すごい。こんな大層なものにワクワクプラスチックが。なんかすごいがっかりなんやけど。じゃあまあ、ピラミッドの中はすごい安全ってことやんね。まあ、別に外歩きよっても安全やけど。よっ！あ、とりあえずなんか目的地はちゃんと表示されとんか。こっち？あ、びっくりした。そっか、襲ってこんねよね。よっ！間違えて襲いかかりそう、私が。ビリビリバッテリー。なんかね、ピンキーコング。じっくりと敵の見た目を見ていくやつ。なに？どこに行くのこれ？あそこやん。ここやん。なに？どこ？びっくりした。なに？あ、なんか光よる。なにこれ？ポチッとな。わいわい。なに？ポチッ。なんかすごい大変なものが、レアアイテムとかかな？黄金の羊が、羊じゃない。羊が怪しく輝いている。羊を開けてみますか。はい。宝箱じゃないんこれ、羊なん。さっきまでのも？なに？マタロウになった。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。見たよ、もうそれ。おお、マタロウ無事だったか。何？どっから走ってきたの？棺は？これ棺の中の世界とかいうこと？それは誰のことだ？どういうこと？君だよ、君。何？
シャイニングボーイになるんですか。僕の名はタマタマン。そんな間抜けな名前でした。たまたまマゼラ様に見出されたまたま戦士に選ばれたたまたまの男さ。そんな間抜けな名前でしたっけ。僕の人生は所詮たまたまだ。だから偉大なるマゼラ様に捧げるんだ。ちゃんとあれやね、あのロボットみたいなこと以外のセリフも言えるのね。何言ってんだ。実は洗脳されてないとかじゃなくて。おい、しっかりしろって。うるさい、侵入者は排除だ。何侵入者って。戦うのこれ。僕は宇宙一のヒーローだ。よかった、たまたまんじゃなかった。マタロウ、何やってんだ。目を覚ませ。おかしなやつめ。下手な言い訳は見苦しいよ。わかんないのか、マタロウ。行ってくそ、待ってろ、俺が目を覚まさせてやる。イエーイ、久々のベニマル。ん、何、誰か話しかけてこんかった。何、やめてよ。うわー、そっか、あれよね、相手が使ってくる技って私がセットしたやつよね。やめてよ、私のおかげでその技が使えよ。追いかけてこないで。役に立つかなって思った技をセットしたけど、ちょっとそんなことになるよ。一文字切り、追いかけてこないでください。十文字返済。ほら、召喚まで使う。いやー、ちょっとやめてって。あれ、めんどくせえな。見たか、なんて技やっけあれ。赤き一戦ヒーローなのに。あっという間。あっという間。イエーイ。なんだこの気持ちは。ほらほら、早く正気に戻りな。僕は思い出すんだ。お前はタマタマンなんて名前じゃない、うん、そんな間抜けな名前じゃないよ。タマダマタロウだ。見たか。僕の名前はタマダマタロウ、うんうんうん、違う、僕はたまたまマゼラ様に選ばれたまたま戦士になったたまたまの男。いや、そうかもしれないけど、タマタマンじゃないから。まだわかんないのか。マタロウ、この世にたまたまなんてない。あるとすればお前の股間にぶら下がっているものくらいだ。え、この場面で。うなんかそのセリフ聞いたことがあるような気がする。お、記憶に呼びかけているか。そりゃ YSP クラブに入ったのはたまたまだったかもしれない。でもお前が今日まで俺たちと一緒に戦ってきたのは嘘じゃないだろ。お、何、戻る、解放される。思い出せ、マタロウ。宇宙人なんかに操られんな。お前の気合で打ち返せ。逆転満塁ノープランだ。ダメやないか。違う。それを言うなら。お、まさかのツッコミで。お、元に戻る。それを言うなら逆転満塁ホームランでしょ。しかも返信も解けた。そうだ、お前はずっと言ってただろ、風呂に入りたいって。入れよ。何、どういうこと。それヒーローになりたいでしょ。全然違うやん。お前のじいちゃんだって言ってんだよな。徒競走で工夫しろって。何それ、どういうこと。努力して工夫しろだね。全然わからんけん、元の形がわからない。この感じ、何、まだ戻ってないの。僕まだ戻ってないの。これあんなにキレッキレに突っ込んできて。マタロウ、え、今やっと戻ったんすか。もう戻ってたよ、とっくに。え、とっくに戻ってたよ。届いたよ、チンペイくん。うんうんうん。おっしゃー、よくやったぞ、マタロウ。感動的なのか、これは。僕、どうしたんだろう。お前は多分、千の海をされたんだよ。千の海？洗脳されてたんだね。ああ、わからねえ。わからねえ。どう突っ込んでいいのかが分からなかった。ただいま。ねえ。ってことでこれで。チンペイ君、ありがとう。何、ついてこないの君。僕を引き戻してくれて。え、いいさ。お前がどっかに行っても、俺が何度でも引き戻してやる。ついてきた。でも洗脳するなんて、悪の側のやり方としては王道だけど。許せない。これはぶつかっただけじゃ別に喧嘩にならんのか。この調子でみんな助けるぞ。すごいど真ん中を堂々と歩くな。ムカつくわ。ムカつくわ。え、あとは？
これゲットしてないやつやっけ？ビリビリバッテリー。いやね、一回開けたら別に閉まらんね。よっ！次は誰やろう？ん？あれも。おお、拾えるプラスチックやけど。よいしょ。あ、またきっとこれやね。またきっとここからなんすね。ポチッとな。ポチッとな。よし、ここは誰だろうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか今回のマタロウみたいに一人一人仲間を洗脳から解いていくみたいやけど、これはその全員の洗脳を解くまでピラミッドから出れんとこだよね。なんかピラミッドから出たらストーリーが巻き戻されますだったやん。あれは洗脳される前に戻ってしまうってこと？どういう。はぁ、大してアイテムとかの準備してきてないけど、まあ大丈夫かな。普段のレベル上げとかで一応ね、回復アイテムは持っている。うん。頑張ってこう。